はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はウイスキーです。富士山麓とうとうね、まあ買ってしまったんですけども、アルコール度数が50度というね、普通のアルコールウイスキーとかね10度も高いという、まあこれ日華ウイスキーのねやつです。でこれが、祝富士山、世界文化遺産登録と書いてあります。まあ、こんなのはどうでもいいんですけど、樽熟50度澄んだ飲み口、甘い、樽熟香、心地よい余韻、清らかで奥深い味わいとをお楽しみください。容量がね 600ml とちょっと少なめです。それで値段が950円だったかな。で買いました。まあアルコール度数が50度のウイスキーはなかなか珍しいですね。まあ 600ml で950円なんで、まあ妥当でしょう。ね、結構ねパッケージがねかっこいいです。なんかね、なんかこうどやみたいな。で今日ですね、これ何かというと、今日豊坂祭りというところに行ってきまして、ドラちゃんカステーラというね、まあいろいろ買ってきたんですけど、個人的に祭りにまあ一人で行ったわけなんですけどね、まあぼっちなんで、でなんかねリア充がだいぶいたんですけど、それにイライラをしながらですね、あのかき氷とかを買ってですね。で、行った理由としては、ちょっとあれが食いたかった。ベビーカステラが食いたかったんです。ですが、どうやら、新潟のね、にはですね、なんか、ベビーカステラというのは売ってないんじゃないかな。豊坂祭りでは一切見なかったですね。で、中条祭りも行ったんですけど、そこにもなかったんです。で、ポップ焼きはあるんですけど、で、仕方なくこの、ようわからん、ドラちゃんカステーラとかいうの買ってきたんですけど、これがまたぼったくり価格でですね、あのベビーカステラっていうのは、画像でググった結果ですね、1個10円なんです。つまり、まあ、これあれなんですけど、はい。まあ、人形焼きみたいなやつですね。はい。まあこれ1個、まあ、いくらかは知らないんですけど、大して入ってないのに500円か、だったんです。これ高くねと、多分ベビーカステラの方がはるかに安いぞと。たったこれっぽっちのねあれですよ、10個ぐらいしか入ってないんじゃないかっていうレベルで500円もした、まあいいや、とりあえずウイスキーのつまみにでも、もうだいぶ食ったんだけどね。ベビーカステラ今は何食ったことないんだよな。大体新潟県に、てか祭りで売ってねえんじゃねえか。よくよく考えたら、大阪では見かけたんだけど、新潟では見かけたことがない。でもベビーカステラって有名ですよね。一応全国的には。新潟県だけは多分有名ではないのか。それでは、富士山麓50度をロックで、じゃない、ロック茶はストレートでいただきたいと思います。これですぐ50度だけど大丈夫だろう。ちょっと最近関係ないけど、ジャック・ダニエルのロックグラス付きのやつが個人的にアマゾンで売ってたんで、アマゾンだったかな、ちょっと欲しいですねと思いました。あ、やっぱりあ、ニッカーっていう感じの味な香りですね。ニッカーウイスキーらしい。こちらはですね、富士五殿蒸留所金星と書いてあるんで、そこで作っているということでしょうか。製造者静岡県五殿蒸留、静岡県五殿蒸留所だって。五殿城か。まあいいや。
乾杯。うう、やっぱ日課ウイスキーだね。日課ウイスキーらしいこの味。うん。で、アルコール度数が50度なんで、やっぱ強いです、強烈ですね。富士山麓でググります。うわ強烈だこれ。んてか日課ウイスキーじゃねえや、これキリンウイスキーじゃん。 何を俺ちょっとボケてんだ。これ日課じゃないですね、キリンです。キリンビールです。あれなんか日課っぽかったんだけどな、香りがすごい日課っぽい香りしたなぁと思ったんだけど、気のせいですかね。多分気のせいでしょ。うんうん。てかこれ4リッターのでかいやつもあんのかい、初めて知ったわ。で、富士山麓の18年っていうのもあるみたいですね。で、なぜかアルコール度数が 43% と下がってる。18年か。容量が 700ml のやつですね。富士山麓の 700ml のやつあるんだ。つか4リッターのやつなんて見たことないぞ、これ。実際。うん、でも美味しいです。日課っぽいです。非常に日課っぽいです。日課ウイスキーっぽい。そうだね、日課ウイスキーの、やっぱ結構甘いんで、うん、甘めですね、このウイスキー。甘めで、なんだろうね、日課だと、わかんね。うん、甘いです。うん、日課じゃないんですけど、日課っぽい甘さがあるんで結構飲みやすい。50度だけどね、ちょっとピリピリっと、その50度なんでね、アルコールのあれが強いですけども、うん、まあ普通に美味しいかなと。うん、美味しいですね。うんあ、でもやっぱ50だからきついね。うん、普通にきついですね。なかなか強烈です。まあでも富士山麓ってこのね、このパッケージは非常にかっこいいですけどね。かっこいいというか綺麗というか、うん、ね、だと思うんですけど。富士山麓のこだわり。富士五殿蒸留所の理念。キリンウイスキー富士山麓の故郷。富士五殿蒸留所。だって。甘さもあり、なおかつ辛さもあるんで、なかなか、うん、飲み応えがあるというか、なんというかね、うん、ね、やっぱあれに似てるな、あの日課の、竹鶴12年に似てる、うん、結構似てる。ただアルコール度数がちょっと高いなと。高い、 あのねで、すげえ喉がビリビリするんですけど、熱くなるんですよ。めっちゃ熱い。
まいわやっぱり。やっぱいろいろボトルとかラベルにもね、いろいろなんか使ってるっぽいですね。何かやっぱだあのボトルが結構独特な形してますしね。味わいがフルーティーな樽熟香とモルトの香ばしさが調和した香りが初めに感じられ、口に含むと複雑に絡み合った香りが口の中でゆっくりと解き放たれます。舌で転がすときに広がる、香味は甘さを感じるほどまろやか。飲んだ後に続く、奥深い余韻が心地よく鼻に抜けていきます。50度の、富士山麓の清らかで奥深い味わいと甘い樽熟香をぜひお試しください。飲み方が書いてありますね。グラスに大ぶりの氷を3つ入れる。グラスにウイスキーを注ぎ少量の水かっこウイスキーの10分の1程度を加える。氷が馴染むように軽く揺すって出来上がる。ちょっと水割りでいただいてみましょうか。やっぱ50度なんでだいぶあれですね。ロックとかにすると飲みすぎちゃうんですよね、個人的に。すっげー飲んじゃうんですよマジで。結構薄まって 甘さだけが残った感じ。ピリピリっとした感じが一切なくなったね。うん。あ、これ水割り合うんじゃねえの？これストレートで飲むよか。ロックだと多分ね、飲みすぎるんじゃないかな。それでアルコール度数50度だから。なあ。調子に乗ってガンガン飲んじゃいそうって思ったけど、今は思ったけど、これ水割りの方が相当飲めるな、これやべえな。水割りにした途端めちゃくちゃ軽くなった。ただしあのピリピリ感がなくなって飲みやすくなったんだけど、上にさらに甘さが強調されてもっと飲みやすくなった。全ての、あの、なんか、ピリピリ感がなくなっただけみたいになってる。マジで。喉にね、あの、来てた、熱いあの、アルコール度数の高い、ウイスキーならではの、がなくなってる。うん。これはうまい。これはあれだな。水で割って、ロックにした後に水でちょっと割って割り水して、うん。するとこれはもうスルスル飲めちゃうパターンですよ、これは。これやべえな。うん。これうまい。うまいな。まいったらうまいな。参った、うまいな。参ったな。何が参ったか。5つ星にしようか。迷うな。4つ星にしようか、5つ星にしようか迷うんだが。正直、5つ星にしたいぐらいのうまさだな、これ。
でもブラックニック8年に比べるとやっぱりなぁといった感じではあるね。あのスモーキーな、じゃあスモーキーというかね、あの燻製っぽいあのね煙の香りが一切しないんで、まあ普通に四つ星でいいかこれは。うん、やっぱりブラックニカ8年には全くかなわないですね。うん。ということで四つ星で、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。